ニューモデル。おお。うん。かわいい。今回はニューモデル多いな。うん、やっぱりね。これからほらアウトドアシーズンじゃん。気候が良くなって。だからかな。まずは 7.8 キロワットアワーの500アンペアという非常に大容量のリチウムイチウムイオンバッテリーを搭載しました。これは従来の配分。それか。これこれこれ。靴箱？わかんない。感じる。あ、でも何でも入りそう。うん。傘とかでも入るのかなーってちょっと思ったりとかもした。まあここやから。うん。あれやったらゴミ入れるのも一つの手やし。ああ、なるほどね。下にね、ちょっと穴が開いてるのよ。あ、そう。うんうん。下駄箱あるわ。下駄箱ある、あるやろ、うん、多分あると思った、うん、いいね。いいじゃん。うん、よ横にも窓があって、窓の位置もいいな。うんうん、いいね。ライトもついてほしい。うんうん、ライトかわいい。綺麗なカーテンついてる。うんうん、で、お、大きなライトついてるわ、ほら、うん、明るい、すごい明るいよ。部屋が明るいわ。うん、ここの収納も立派だよ、ほら。あー、ね、うん、大きい。で、こっちにも、あー、大きいな、うん、うん、めちゃくちゃ広い。で、ここでご飯かな。そうそう、こんな感じ。どない椅子？この椅子ね、うん、あの膝のところがちょっとぷくって膨らんでるね。こっちも多分あると思うね、ほら、ここここ、はいはい、これが絶妙に気持ちいい。あ、そう、うん、へえ、なるほどな、こだわってんな、うん、これはこだわりじゃないかな。あ、網戸。あ、いいね。うん、めちゃくちゃいいよ。網戸がついてる。網戸ついてる。カップ。そう、カップホルダーが4つ。大きいな、これは。うん。めっちゃ飲める。そんなにいらんから。あ、そう。で、こっちにも椅子があって。椅子があって。あ、冷蔵庫、これ家庭用じゃない？あ、ほんまや。冷凍庫と。冷凍庫ちょっと欲しいよね。大きいのついと。うん、そこは？ここ？ここ？触れ。あ、触ったらかん。触れない。秘密の。秘密のや。ところです。で、ここが多分マルチルームかな。おお、広っ。広っ。これ広っ。よいしょ。広い。あ、外からも。うん。外からも行けんねや。行ける。これは広い。広い。あ、これやったらトイレ余裕。余裕。うん、これはいい。
めっちゃ広い。あ、広い広い。全然余裕。すごいすごい。うん、明るいし綺麗。白で中できてるから。え、見てこれ。可愛くない？ここ。おいいね。私的にここはすごく可愛いと思った。黄色のちょっと違うな色が、ね、そうやね、ここだけちょっと違ってて、うん、めっちゃ可愛いねこれ、ワンポイントみたいな感じで。でさっき靴箱が隣にあったけど、そこもここね、そこは水かな、あ、はい、水やな、水です。はい、こんな感じで大きいよこのタンクも。だいぶ使えそうやね。だいぶ使えるねこれは。目の前に大きな窓もあるし、クーラーあるし、ねえ、電子レンジあるし、あるし、でここにコンセントあるんだ。だから IH 置いたりとかもできる、ちょうど。あ、ちょうどな。冷蔵庫の上だし。電気関係でもここでいけるわ。いいですよ。関係な。で、あとここも引き出しがついてます。いいな。すごいな。収納めっちゃある。収納めっちゃあるよ。これも。あ、これもちょうど。ここね、うん、ちょっと置いとけるいいスペース。いいね。うん。あ、ここもあるんじゃない？お前地味に収納あるわ。ある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 。広い？うん、あのそれなりの広さって感じ。うんうんうん。表しにくいな。これぐらいかな。難しいな。うん、難しいな。窓が大きいわな、ここは。大きいね、窓。いいね。広いし。うん、いいね。よいしょ。よバンクベッドのあの横に窓があるのは良かったな。え、バンクベッド？ああ、あの窓な。うんうん、バンクベッドの窓。窓良かった。サビマップとか。バンクベッドの。バッテリーっていうのはもう同じリン酸とリチウムとダブルセーフティー。これがさっき網戸のあった窓の大きい窓やな、うん、大きい窓だよ。大きいな、うん、そして今回から採用となりました高軌道の 2000W スパーターターザっていうのも採用。ちょっとそこ立ってみて、こんな感じ。でかいな、大きい。めっちゃ大きい窓。あ、これさっきのとこや。そうそうそう、マルチルームの入り口ですね。おお、やっぱり。あれ、どうした？これね、どうやって閉めるんだろうと思って、うん、鍵がちゃんとやっぱかかるようになってるんだなと思って、うん、ちゃんとね、上下で2箇所鍵がかかるようになってて、タイヤ2本ついてる。映るかな、奥の方まで。あ、ダブルタイヤ。ダブルタイヤ、すげえな。すげえ。いや、まあ、でもこれだけのね大きい車を支えようと思うとそうだよね。そうなんだな。ガソリンここだ。お前ガソリンって書いてくれよ。うん、うちらみたいな低温しか乗ったことないの、分からへん。確かにそう言われればどこから入れるんだろうって思いそう。そうそうそう。知らずに乗っててさ、うん、ガソリンスタンドで困るパターンだよね、私たちはきっとね。うん、あるある。あれ、外部充電どこやの。あ、ねえ、ここここ。あ、ここか。うん、これも横型だね。うん、なるほどな。うんうんうん。おお。同じぐらいの大きさなのかな、向こうの窓と。すごい。うん、大きいね。ここから見ても広いな。うん、
外見小型やけど、まあまあ広いぞこれ。うん、そうだね、うん、これ、こっちにこうガーって出てくるんだよね、きっと。せやな、これがバンクベッドだとな、うんうん、でもそれが、その、抜けて歩くんだっけ、うん、前にパッと入りやすくていいな。あ、確かに、ここからね、うん、こういう感じで。そう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 、いい感じ、ね、いい感じ。よいしょ。で、これ同じ感じ、さっきの。ほら、おー、大きいな。大きい。が2つあって、2つあって、ライトがあって、大きな窓あるね。ある、これも、うん、で、大きな休憩場所があって、休憩場所、テーブル、よいしょ、いいよ。さっきの車と同じ椅子？うん、同じ椅子だと思う。ちゃんとあの膝のところのほこりが、ここ、はい、一度高菜取って落ち着くやつな、うん、うん、そうそう、ほうほう。何気にここかわいい。あ、ほんまや、一人用のスペースで、かわいい水道があって、うんうん、まあ、そうやね、黄色がかわいいな。かわいいよね、うん、思う思う。で、下にコンセント類があって、ここが水かな。そやな、うんうん。で、FF ヒーターがあって、あ、冷蔵庫な、大きい冷蔵庫、大きい冷蔵庫。へえ。あ、小さい棚が、その3段いいな。いいね、うん。で、また棚があって、うんうん、ああ、うちらの大事なやつがあって、電子レンジと、またここにも。あ、それ深いね、意外と。結構深いよ。ほら、こんなぐらい。で、ちょっとね、ここに段差があるね。え？よっ！ほら、ここ。あ、ほんまやな。あ、そっか。カタカタって言ったらこれやな。うん。あ、そっか。動くからな。そうそう。ベッドモードにもできるはずやから。あ、ほんでベッドがあって。うん。手前にマルチルームがあるやろ？ちょっと待ってな、うん、いいよ。ベッド広い。あ、こんだけあったら十分寝れる。うんうんうん、うん、寝れる寝れる。ライトもついてほしい。うん、いいね。あ、両方ついてほう。ライト、ライト、うん、それはいい。本読みたいもんな、やっぱり。で、窓ついてほうからいい感じ。うん、あ、ちょっと待ってよ。うん、上段も下段も下に収納がある。お、広そうやな、下の収納。外から取れるかな、これは。ちょっと後で。うん。で、これがマルチルームちゃうかな。こうか。どうですか、うん、十分。うんうん。これも外から行き来できるタイプ。行き来できるタイプやから、うんうん、ここから物入れれる。うん、いいよね。うん、いい感じ。大事大事。そやな、こじんまりとしとうけど、二人やったら贅沢なサイズやわ。うん、贅沢やと思う。うん、あ、ほらまた、うん、ここ入り口に、うん、これは何？靴箱？結構大きいで、これ、うん、下もなんかあるし、下にもあるね。あ、広い、うん、いいな。ごめん、出る、うん、ここか。うん、ここここ。さっきの収納みたいな。そうそうそう、この下が。なかなか広いですよ。キャンプ用品全部入るな、これ。うんうんうん。牛ぐらいやったら。なあ。うん。
いいよね。あ、これがあれやね、ベッドの窓。せやな。上下の。上下の窓、さっきの窓な。うんうんうん。ねえ。なんか狭苦しくなくていいよね、窓があると。窓があるとね、やっぱ違うよね。どうしても箱型やから、窓があるとないとじゃ、うん。違うよね。明日かわいいな。うん。やっぱあの、丸目ちゃんかわいいよね。かわいいな。Thank you.